させていただきます。石井博先生です。よろしくお願いします。ご紹介いただきましたMIT の石井です。こんばんは。どうもお忙しい、ところたくさん集まっていただいて、なおかつ結構早い時期にいっぱいになってしまったということで大変嬉しく思います。今日は具体的な仕事とかプロジェクトとかお話ししたいんですけれども、できる限りなぜそういうリサーチをあるいはデザインを自分が取り組んでいるのか、どういうその基本的なプリンシプルで仕事をしているか、あとどういうその未来を見てそのものを考えようとしているか、そこら辺をですねできるだけ皆様と共有しながら、いっぱいその意見とかコメントとかですね議論をいただければとても嬉しいなというふうに思います。この中でまだ若い学生さんデザインの方いますか？精神的にも構いませんけど多分未来は皆さんの上にあるわけで、私たちよりはるかに長い人生をこれから旅していくわけですので、ぜひですね何か今日のご縁から持って帰るものが少しでもあればいいなというふうに思います。ということで今日は約1時間弱ですけれども、いろいろお話をさせてもらいますけれども、どうぞ割り込んで質問とかですねコメントとか引き出して結構です。私だんだん喋るスピードが速くなります。英語だともっと早いんですけども、そういうこともありますので、どうかゆっくり喋ろう、これどういう意味なんだ、それは違うんじゃないかという話があれば、英語、日本語、フォートラン、パスカル、PL、アルコール、何でも喋りますのでどうぞよろしくお願いします。で今日どんなテーマで話そうか随分変えました。私にとってデザイナーというのは一番怖いオーディエンスです。純粋なサイエンティスト、純粋なエンジニア、純粋なビジネスマンならそれなりに料理もできるんですけど、デザイナーがなぜ怖いかというと、3つのことにものすごくこだわる。クリエイティビティ、エステティックス、ユーティリティ、プラクティカリティ、この3つのバランスが取れたデザイナーの集団ってなかなかとても怖いものがあります。だから幸か不幸か、私このグループを立ち上げた最初の数年間、プロフェッサー・ジョン・マイダーと研究室が同じ場所で、お互いに切磋琢磨しながら、随分鍛えられた部分もあります。非常に感謝しています。今日はどういうテーマで話すか、いろいろ考えたんですけども、この9つに焦点を当てたいと思います。表現、語尾、変化、存在、芸術、空想、飢餓、競争、そして未来です。できるだけ具体的な例を交えながら、何をそれを通して言おうとしているか一生懸命説明しようと思いますけれども、だんだん早くなります。あとほとんど英語喋ってるのか日本語喋ってるのか分からないんですね。単に英語の単語の羅列になりますので、どうかお許しください。最初に表現の話から始めたいと思います。表現って非常に本質的で、なぜかというと、その表現というのはある種それを使ってどういうその理解解釈ができるかというのを決定的に規定してまいります。私の大好きな詩人である宮沢賢治を例にご紹介したいと思います。今日のうちに遠くへ行ってしまう私の妹よ、みぞれが降って表は変に明るいのだ、アメージュとてきて賢者。この詩を読んだことある方、青春時代に泣いた方私自身この詩っていうか宮沢賢治つい読み込みました。鮮血の暑さだけじゃなくて、大津久晩夏、松の針、何が本質かというと、最愛の妹トシを失ったその悲しみ、それを埋めるために彼は旅を続けた。そしてその悲しみは単なる個人の悲しみではなくて、それを宗教的な次元まで高めたわけです。そのプロセス、その苦悩にものすごく私惹かれていました。しかしながら、私が18、19、20歳の頃に読んだ彼の詩は、その明朝体の9ポイントできれいに印刷された活字の本でした。で、日本を出る前にどうしても一度行きたくて、花巻にあるその宮沢賢治博物館に参りました。その時初めて彼の肉筆原稿を目の当たりにしました。その時あまりにも表現の本質的な違いにショックを受けました。その肉筆原稿を見ていると、農作業でしっかりだった賢治の手が見えている。そしてその万年筆の先が紙を引っかく音が聞こえてくる。そして彼の身体全体が見えてくる。それはまるでプレイヤーピアノを見ると死んだピアニストの映像が目の前に現れてくると同じです。さらに
書いては消し、書いては消し、そのプロセス、苦労のプロセスですね。当然万年筆、インクで書いてますから、インクがどんどんかすれて、また濃い色になって、薄い色になっていく、その変化ですね。その苦労のプロセス、創作のプロセスが全て込められる。さらに身体の痕跡、ジェスチャー、書道と同じですけども、彼の身体の痕跡が、動きがキャプチャーされている。その表現に深い感動を覚えました。その時に、なぜそれまで自分は明朝体で印刷された文庫本でしか彼の詩を鑑賞できなかったのか、なぜ印刷というメカニズムが、メディアは本来その詩人の最もその苦悩したそのプロセスですね、感動いう部分をその削ぎ落としてしまったんだろうか。それはおそらく大量印刷という活版印刷、そのプロセスの中で削ぎ落とされてしまったものなのかもしれない。ただその表現者としてのケンジ、あるいはアーティストがそれを嘆いたりしたのを聞いたことがない。何なんだろうか。今は当然 ASCII コード、EUC コード、あるいは JIS コード、何でもいいですけども、極めて標準化されて、とても効率のいいスタンダードされたフォント、コードでもって全てネットで情報が流れているわけです。でも本当に詩を作った作り手の苦悩、悲しみ、あるいはそれを鑑賞したかった人間のオポチュニティっていうのは、多分このスタンダーライゼーション、インダースライゼーションのプロセスに効いてしまったんじゃないかと思いました。ただし一つ救いがありました。それは文庫本というフィジカルなメディアを私はリュックサックに入れて仮族として旅をしました。仮族と分かる人、落とし目した人とか、周遊券と知ってる人、青春18切符と旅した人、少し分かるんですか。 Anyway、 お金はない、時間はある、エネルギーはある。そういう人は基本的に私有権を買ってリュックサック書って郵送して、郵送して泊まったことある人、お、結構いますね。まだあるといいんですけども、郵送してが素晴らしいのは、いろんな人に出会える。でもご飯のおかずが少ない、だからご飯にお醤油かけたら2杯目から、そうと醤油が飛び散った宮沢賢治の詩集、私の手垢がついて何度も何度も読み込んだ身体に痕跡がつく、すなわち読み手の痕跡ですね。それをキャプチャーする力がその文庫本にあったわけです。だからその文庫本は僕にとってとても高いセンティメンタルバリューを持っていて宝物なわけです。読み手の身体の痕跡を残すことができたその詩集、それも今 Kindle、 e-book reader、 あるいはコンピューター、iPhone、 何でもいいですけども、その痕跡すら残せないメディアに成り変わっているわけです。でそれがいい悪いの話じゃなくて、表現者、鑑賞者、どういう意味で本当に本質的なのか、そこを多分考える